青いく上極町、隠れ家的な雰囲気のカジュアルなビストロ、ブラッセリーコンパクトジャポンさん。雑貨に囲まれたおもちゃ箱のような12席のみの店内。正午から営業しており、お得なランチを一人から気軽にいただけます。ランチは半月替わりで、多国籍料理の旅するランチ、魚か肉メインのワンプレート、スパゲッティの3種を基本に提供。ディナーも月替わりとのこと。いつでも頼める洋食のおつまみにワインなどもあるそうです。先に提供されたのはボリューミーなサラダ前菜。シャキシャキな葉野菜たっぷり、甘酢レンコン、ラタトゥイユ、豆のからしマヨあえと、夏に美味しい内容です。今回のメインは鹿肉ミートソースとキノコのスパゲッティ。たっぷり乗った鹿肉はフィレ、肝、すね肉を赤ワインで煮込んだものとのこと。細麺ながら茹で加減は柔らかく、胡椒でピリ辛、香ばしく炒められた鹿肉とキノコの風味をメインに置いたオイルパスタって感じです。コリコリとした部分や柔らかいところもあり、食感の変化が楽しい仕上がり。臭みはなく、噛みしめて旨味もたっぷり。キノコも複数種混ざってプリプリっと、こちらも食感最高。芳醇な香りも麺とよく馴染んで、味わい深くまとまった一品でした。一人でも気軽に楽しめる個性のあるカジュアル洋食のお手頃ランチ、ぜひお試しください。